私の名前は京子。結婚後は夫の実家で義母と夫の悟と3人で暮らしている。義母は結婚する前まではとても優しくしてくれたのだが、結婚して同居するようになってからは私を執拗にいびるようになった。独身時代は会社員として仕事に追われる日々を過ごしていた私だが、結婚を機に在宅ワークに切り替えた。夫と話し合った結果、在宅ワークで家計をサポートしながら無理せず家事との両立をすることになったのだが、姑は在宅ワークをしている私をニートだと決めつけ罵るようになった。ある日夫が仕事に行った後、私が自室のパソコンの前で仕事をしていると義母がノックもせずに入ってきた。またパソコンでゲーム？お母さん。ゲームじゃありません、仕事です。ニートのくせに仕事だなんて言い訳してどういうつもり？ニートはゴミよ。早く出て行け。だからニートじゃないって言ってるじゃないですか。家にいるんだからニートと同じでしょ。口答えしてないで家の掃除でもしなさいよ。ほんと生意気なんだから。義母がこんな風に罵るのは日常茶飯事だったので、我慢するのにも慣れていた。夫がいる時は優しい母親を演じるので夫はいびりのことは知らなかったが、このまま我慢し続けることに不安を抱いた私は夫に相談することを決意した。ねえ、お母さんのことで相談があるんだけど。母さんのことで？なんかあったの？私がいびりのことを相談しても、夫はあまりピンときていない様子だった。あの母さんが？嘘だろ？嘘じゃないよ。いつもニートとかゴミとかひどいことばっかり言うんだから。ええ、それが本当ならショックだな。とりあえず俺も今まで以上に注意してみるようにするよ。うん、お願い。夫は温厚でいつも冷静なタイプだが、いざという時は頼りになる人なので私の悩みを解決してくれることを期待していた。そんなある日、義母から庭の草むしりを頼まれたので一人で家の周りを掃除しながら草むしりをすることに。私が軍手をして作業をしていると、義母が家の中から出てきて威圧的な態度で迫ってきた。ちょっと京子さん。軍手がもったいないじゃない。誰が使っていいと言ったの？え、軍手をしちゃダメなんですか？その軍手は私のだから。勝手に使わないで。素手でやりなさい。いくら義母の指示でもさすがに素手で草むしりはしたくなかったので最初は断ったが、あまりにもしつこいので仕方なく言われた通りにすることに。素手で草むしりをしていると、それまでに感じたことのない手の痛みに苛まれた。痛っ。何これ。なんと、庭に強力な除草剤が撒かれていたようで、みるみるうちに手がただれてしまったのだ。除草剤が撒かれていたことは薬品の匂いですぐに分かったのだが、義母がわざとやったことに違いないと思うと私は強い憤りを抱いた。義母は私の手がただれることを見越した上で軍手を外すように指示したのだ。さすがに黙っていることができなかった私は、血が滲む手を見せながら義母に文句を言った。お母さん。庭に除草剤を撒いて素手で草むしりさせるなんてひどすぎます。おかげで手がこんなにただれちゃったじゃないですか。すると義母は謝るどころか逆上して大声を出し始めた。ここは私の家なんだから除草剤を撒こうが私の勝手でしょ。それよりそんな汚い手で近寄らないで。気持ち悪いったらあやしない。ひどすぎる。誰のせいでこうなったと思ってるんですか。汚い手を見せないで。今日はもう家に入れないからずっと草むしりでもしてなさい。そう言って義母は家の中に入っていくと、家中の扉の鍵をかけてしまった。スマホも財布も家の中にあるので夫に助けを求めることもできず、玄関の前で夜になるまで待っていると、両手からの出血で服が汚れ痛みで涙がこぼれた。ただれた手の痛みに耐えながら待つこと5時間。ようやく夫が仕事から帰宅した。涙ながらに訳を説明していると、それまで家の中にこもっていた義母が出てきた。あら、悟、お帰り。京子さんどうしたの？そんなところで。帰ってきてたならインターホンを鳴らせばよかったのに。はぁ？そんなことよりどうしたのよ、その手は。早く手当てしないと。しらじらしく夫の前で優しい母親を演じる義母のことが許せなかった。その日の夜、すべてを知った夫が私にある提案をしてきた。これ以上母さんと一緒に暮らすのは危険だから実家を出ようと思ってる。私もその方がいいと思う。そこで相談なんだけどさ、家を建てないか？家を？夫から二人で暮らす家を建ててから実家を出ようと提案され、もちろん私はそれに賛同した。しかしそれを義母に話すと家が建つまでの間に私に何をするかわからないので、実家を出ることは義母には隠すことになった。そして家を出るための準備が整うまではなるべく漫画喫茶などを利用して仕事をするよう心がけ、家にいる時は義母のいびりに耐えることに。
義母のいびりは相変わらずきついものだったが、夫が味方をしてくれることが私の唯一の救いだった。それから半年後のある日、何ヶ月も前から友人との旅行を計画していた私は、沖縄で束の間のバカンスを楽しんでいた。すると旅行中に義母から連絡が来たので出てみると、義母がとんでもないことを言い出した。旅行から帰ってもお前が帰る場所はもうないよ。ちょっと待ってください、突然どうしたんですか？最近サトルの様子がおかしいことぐらい気づいてるんだよこっちは。お前が余計なこと言ったんだろ？落ち着いてください。お前がいない間に引っ越したからもう帰る家はないからな。クズニーとはもう二度と関わるな。自力で生きていけ。わかりました。ではお元気で。え？もう二度と関わらないので安心してください。サトルと離婚するってことでいいんだな。邪魔者はさっさと消えろ。邪魔者はあなたの方です。もう連絡してこないでください。電話を切ってから何度も義母から着信があったが、私はそれを無視。後になってわかったことだが、義母はすでに家を引き払っていて夫には、嫁が出てったから新しいマンションで一緒に暮らそう、と言っていた。家の引き渡し直前だったのでちょうどいいと思い、旅行から帰ってすぐに夫に連絡。夫はすでに義母が勝手に家を引き払ったことを知っていて、新居が立つまでの残り一週間はホテルに泊まろうと言われた。その間義母から何度も連絡が来ていたが、私も夫ももちろん無視。そして一週間後、新居で暮らすようになった私の元に、再び義母から連絡が。夫が義母と話したいというので電話に出ると、すぐに怒号が聞こえてきた。どこにいる？人の電話を散々無視し続けやがって。今すぐ息子を返せ。わめく義母に驚き絶句していると、夫が私のスマホを手に取った。もう二度と関わらないんだろ？なんで連絡してきた？サトル。俺の前で演技してたんだろ？全部わかってるから。そんなわけない。京子に嫌がらせするなんていくら母親でも許せないから。俺たちこれから新居で二人で暮らすからそっちは自力で頑張って。新居だって？聞いてない。私はただサトルと二人で暮らしたかったんだよ。俺は京子を幸せにするって決めたから結婚したんだ。母さんと二人で暮らす日はもう二度と来ないから。散々嫁いびりをしたことをこれから反省してよ。サトル待って。一人にしないで。自業自得だろ？じゃあな。それからも義母から何度も連絡が来てまた一緒に暮らそうとしつこく言ってきたが、夫は絶対に家の場所を教えず電話は着信拒否。夫と暮らすつもりで貯金をはたいてマンションを借りた義母は、家賃を払うことができずすぐにマンションを追い出された。すでに家を手放していた義母は、行き場をなくして夫の弟夫婦を頼った。すると弟夫婦の提案で施設に入居することとなったそうだ。その後私たちは二度と義母と関わることはなくなり、夫婦水入らずで幸せに暮らすようになった。